それ、やめてください。何がやめてください。何かやりましょうよって言いますよね。そうの、あのね、あのそうだ、ジャンガーチャンネルの方向性を決めたの昨日。何ですか？あのね、これまだ同じこと2回でいいですか？言っちゃって。いや、昨日のやつはあんま使わないと。古い3点、昨日のやつはあんま使わないっていうから、うん、方向性の話、うん、あ、ね、ジャンガーチャンネルの視聴者の割合がさ、あ、なんか見た、ツイッターで。そう、若い人全然見てないですよ。2% か 3% なんでしょ。いや、そう、2%、3%ってことは、下手したらアカデミー生がもしかしたらちょっと似てるぐらいじゃないかって。でも僕、この間、この前、2年前ぐらい創生行って、うん、バイトで来たキャディの若い男の子、うん、あれだってしましたよ。あの、番長にあの、ナンバーもらって、ナンバーです。会員番号ナンバーですって言ってましたよ、若い。その子は20代ですよ、全然。だから、数少ない。もう 50% 以上が、もう50歳以上じゃなくて、45歳以上で7割、75%。45歳以上、75%。要するに45歳以上ってことは、俺は上なんだよ。うん、で、俺最近もう、じじい化してるじゃん。うん、で、うん、まあ、まあ、話す順番ちょっとごちゃごちゃですけど、普通にレッスン、例えば腰使ってガッガッ、こう、体重移動してガッとかって言って、できないんだよ、うん、もう、うん、それをレッスンでやれって言ったって無理なの。そうね、そうね。一言は何て言いましたっけ、昨日何て言ってたんですか、ね、いや、だから初老向けのそう、初老なんか初老の方向にで、アドバイスした方が。そう、だってできないの。いや、でもね、僕もね、一人ね、知り合いの人で50、もう60手前ですよ、からゴルフ始めます、うん、で、やりたいんですよ、もう、うん、ね、時がね、体が動いてずっと行くんだったら、うん、もう70代にしてあげたいと思うんです、うんうん、でももう余震は体動いたってもう10年やそこらじゃないですか、うん、したらもう70になっちゃうわけだから、うん、そうなってくると教え方も変わりますよね。そう、着地点をどこにするか、うん、だから80代で回れるようにとか、うん、そのぐらいじゃないですか、やっぱりそこだったら割とね、いけるし、一般の人でも。たまに70代で出たら絶対面白い。そうだね、そうだね。そこに行けたらいいんだけど、なかなかね。いや、むずいよって思う。でもそこを目指す、うん、やっぱりゴルフのレッスンだったらそこまでじゃないと思う。あ、そうそうそうね、ね、っていうことですよね。そう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 、本当にポーンって打って、そう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 、ドライバーポーンって打って、セカンドもそこそこグリマに当たってリードできて、乗りゃツーパット。そう、ね、だからもうシニア向けの、まあ、以前ね、もう 3,4 年前にリハビリティってやったじゃん、うんうん、名前がちょっと何あんまね、リハビリティ知らないよ。リハビリティっていう、うん、そう、題名、宮さん結構ね、トリッキーな名前つけるから、うん、リハビリティやった。宮さんのリハビリティ、昔上手かった人が下手になっちゃってもう一回上手い時代に戻ろうみたいな意味を込めて、リハビリに T をつけて、リハビリティっていう、全20話ぐらいやって、うん、それは要はプロのスイングね、エリカとかスイング取って、プロはこうやってちゃんと使ってるでしょっていう説明をしながら、ほうほう、懐作りましょうねとかっていうのをやったの、うん、だからそれすごい主張良かったの。おー、まあ、うちはあんまりレッスンしないから。でもやっぱシニア世代がうちらを見てる、 そうね、うちのチャンネル見てるの多いから、シニア向けにしないと、だってね、うん、だから体なんか使う必要ないよとかさまあ一番の小手先がいる、小手先プレイヤーがそこにいるからいいんだけどでもさ、宮下さんさ、体回ってっからね。まだね、うん、まだ回って、最近だよ。で、昔は超小手先だったんだから。だからイメージ桃さんですよね。桃さんもどれだけ桃さんもどれだけ毎回こう90切れるぐらいにしたらいいなって。そうそう、まあだからシニア世代に向けた、うん、まあアドバイス的な ね、 そうですね、ものをやるのに当たって。でもじゃあそれ言っちゃったら、女子のあの体の柔らかい子たちを見てるおじさんたちは全く当てはまんないですよね。当てはまんない。そうね、そうそうそう、あんなぐにゃんぐにゃんに動くわけじゃないですか。しかも今のまあ今のゴルフの YouTube ってみんな若い子がわわわわやってるわけだし、だからできないはずなのよ。そうね、トップだってね入んないし。それ言ってたらね、あれですよね、田村さんとかがね、なんか番組やってるのとか見てた方がいい。ああ、シニアのね。そう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 、シニアの
イメージだけは強烈なんだけど、うん、多分できないと思う。そうね。でトップだって入らなくなるわけじゃん、うん、年いけばいくほどね。だからさ、今流行りのさ、ジョン・ラームみたいなスイングみんなさせようとしてんじゃん。あの勝手に入らなくなるから手上がらなくなるからやらなくてもいいのになと思いながら、これやっとったら本当にこれ以上入らなくなるじゃん。昨日、うん、親父も言ってた、あのジョン・ラームのよこのレイドみたいな、これでよく引っ掛けねえな。それだけ早く回ってるから引っ掛けないんだけど、ね、多分ね、親父じゃないと真似したらおぴょんですよ、そこらへんですよ。そうで、こーすごーパッタンじゃん、パッタンピョン。宮下さんにひどい服出ますよね。出ると思う。でだってこんなになってたらもうフェイスそこ向いてたかも、そこはやばいね、ほんと怖いよね。そりゃそうだわ。だからほんと流行りって怖い。だ年寄り向けっていうか、まあシニア世代に向けた、まあ俺なんかもうずっとやっぱさ、ジャンボさんの40代から見てきてるわけじゃん、ね、だからどのタイミングで、あ、こういう体が使えなくなってくるんだとか。でもまあ体触る、落下見てる人みんな目回っちゃう、なんだこれっつって言って。でも確かにね、本当だから、まあそういうのを含めて、あのどこの部分を錆を落としたら体が少し動くようになるかとか、うん、俺そっちの方が専門じゃん、うん、だからそれを入れながら、そんなこと言って教えてくんないんだから肩痛いじゃん。それは撮影しながら教えてくれるんだよ、体のことさ。お前は早く年取れ僕がボロカスになってもらいたいがために何も教えてくれない。そうね、お前にはちゃんと言ってるでしょ、お前は鍛えなさいって言ってる。でもね、年取るといつもこっちが出ますね、朝一だからもうね、ドンズライスって思ってても全然ドンズライスしないから、多分ぐらいでしょうね、多分。だからまあその企画で、あの企画で、まあ要はあの本当のゴルフのスイングっていうのはっていうんで、プロのスイング出しながら、こうやって下が最初に先行してから、あの状態が遅れてクラブが遅れながら、あのペースが閉じながら、あのクラブって振っていくのが本当なんだけど、この動きは我々シニア世代はできないので、こうした方がいいですよっていうのを、あのレッスン形式で上げていく。いいの、レッスンしちゃって。いや、俺がレッスン出た、俺だって、俺がレッスン俺はしないですそれでどんどん視聴下がったらどうするんですかまあそれはそれでいいけど、間違えちゃった。あれね、小さくした。この撮影してる時は俺シニアアドバイザーで行くからねまあもう皆さんもね、プロで言ったらシニアになりますからね。シニアになるからね、うん、ありますからね、うん、そうだそうだ。ほんでね、河合さんが今度、そう、もうシニア入りしたし ね、 ね、そうそう、楽しみですよ、河合さん。シニアアドバイザーさんいたらまたあれですよ、ジャンガーチャンネル盛り上がりますよでも本当やっぱ視聴者はもう7割ね、その年代だから、やっぱそういう、できたらあれですよ、河合さんがちょっとお酒入ってるところを映すとまた面白い、あの人が一番面白いですもうあの人の面白さを超える、もう芸人もなかなかいないと思うな面白い確実に、まあ、ジャムさんいないところじゃないとね。そうね、ジャムさんいるとあのもうね、オフショットはマジ河合さんのあのね、ジェントルメンのオフショットすごいです。ということで、ね、これは企画会議ということでですね、はい、来年のね、トップだとこだもん。いや、若い人には寄せないのね。寄せない、寄せない、見てないんだ。2パー3パーなの。もうそれからこう、あれ、ジャンガーチャンネルってちょっとおじさんたちがやってる。それでね、ツイッターに、あの幕張の何でしたっけ、幕張、でもさ、あれじゃないですか、若い人今増えてるから、ちょっとあ、ガリュード、ガリュード、ああ、 YouTube やってる、うん、僕のチャンネルは女 0.3% 男で女 0.3% まあそう、それはあるか。女性いるんですか、見てる人。いや、いるよ、 4.4% 女性で。うちは主婦がいるから主婦の層が多少いるから。でもさ、なんか若い子向けだったらさ、例えばゴルフ場行ってもみんなルールとかはもう分かりたくても分かんないじゃないですか、うん、で教わっても教わる、あ、マナー的なね。そうそうそう、マナー的なもの。もうゴルフ場行って恥かかないよと、もうやっぱりみんなからこうね、尊敬されるゴルファーに、うん、
なれるよっていう、あ、そういう動画もいいよね。それもいいっすよ、うん、だってお姉ちゃん連れてゴルフ行ったのにさ、お姉ちゃんそのままほっといてゴルフしてるこの間もね、あの、まあ、ちょっと沖縄行っちゃったけどもうリゾートゴルフでカップルでいて、おい大丈夫かっつって言ってるの多かったもん。やっぱ男がさ、お姉ちゃん引っ張っていきたいわけじゃないですか。それある程度できないとね、まだ知らないとね、カッコつけようみたいなのをちょっとやりたいですね、うん、まあそれは若い人向けのね、そう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 ということで、あったらいいかな、はい、よし行きましょう、行きましょう。